3人目のこの方はラジオネームジリーさんです。7月26日番組の受信状態です。受信機がサンジアン ATS の 909X、 読み方としてはサンジーンという読み方もあるみたいですね。そっちの方がなんか近いというようなご指摘もいただいておりましたけれども、とりあえずサンジアンって読ませていただきますので、サンジアン ATS の 909X、 ロッドアンテナを使用されて進歩評価で55455とのことでした。そう、先ほどのあのサンジアンの読み方なんですけど、サンジーンに近いように動画 CM が聞こえたと埼玉県に単身赴任中の福島県の伊藤さんがご教示くださっておられました。当番組ではあの先ほど申し上げましたように、まあ、会社からのクレームが来るまでクレームが来るまではサンジアンのままで読ませていただきます。はじめまして、ニューフェーブ初心者女子です。受信できたのは300回記念ということで光栄を感じています。ツイッターを通じて先輩方がこの放送をおすすめしてくださったのが聴取のきっかけです。素朴な疑問ですが、大倉の挨拶がスペイン語なのはどうしてですか？これからもずっと聞き続けていきますね。はい、お聞きくださいました。はい、ラジオネームリリーさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。久しぶりの BCL 女子のご登場ですね。そうなんですよ、おじさんたちも大歓迎でしょうね。もう皆さん定期的にお願いしますね。ツイッターでのおすすめがきっかけとのことですね。おすすめしてくださったあなた、そこのあなた、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラジオをこよなく愛する女子たちもね、世の中には大勢おられますけれども、はい、アナログ短波などというですね、マニュアックな存在に目を留めていただけて非常に嬉しいことです。いろいろな放送トラブルも多いですが、はい、めげずにご聴取いただけたらさらに嬉しいことですね。スイングの一部がキャノログの中に入り込んでいることはお返事の中でお伝えしたんですけれども、リリーさんね、はい、以前も番組内でお話したことですけれども、皆さんにももう一度お話したいと思うんです。ゲームにはスペインとか日本の占領時代の名残がまだ各地に残ってるんですね。今はアメリカ領ということなんですけれども、アメリカ軍の基地と観光によって成り立ってる部分が大きい、このような島なんですね。先日マイクさんの奥さんからのメールによると、グアムでも2週間のロックダウンが導入されたということでしたね。グアムも島国だけにコロナ感染の医療体制の影響も大きいので心配ですね。で、あのスペイン語が何でっていうのは、あれはスペイン語の挨拶ではなくてですね、チャモロ語の中の挨拶としてもスペイン語が取り入れ、そのまま取り入れられているので、その言葉を使わせていただいているということなんですね。少し余談が多くなりました。リリースさん、続いてのご聴取よろしくお願いします。よろしくお願いします。